四角い筒状の仕組みを使って飛び出すカードを作ってみましょう。まずはじめは型紙を使って飛び出す仕組みを覚えましょう。この型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。周りをハサミで切ったら、折り目のところに筋を入れます。まず、のりしろを折って、次に、折りしろにきちんと重なるように半分に折ります。のりをつけて筒状に折ります。次に、それを、白い鍵盤の高さになるように折り筋をつけて、四角い形にします。ピアノの本体になる黒い画用紙を半分に折って、広い方ののりしろにのりをつけます。裏返したら、真ん中の折り目に合わせて、しっかりと貼りましょう。そして、細いのりしろにはみ出さないようにしっかりとのりをつけてください。これを貼り付けると、四角い立ち上がる仕組みができました。次に黒い鍵盤を作ります。黒い鍵盤も白い鍵盤と同じように作っていきます。のりしろを折ったら、そこに糊をつけて半分に折り、しっかりと貼ります。筒状になったら鍵盤の高さだけ折って折りつぶします。黒い鍵盤は分かれていますので、これを切り分けます。こうすることで同じ大きさの鍵盤を作ることができます。広い方ののりしろにのりをつけたら、白い鍵盤の端に合わせて、ドとレの間に貼ります。小さいところにのりしろにのりをつけて、しっかりと貼り付けると、白い鍵盤の上に黒い鍵盤が乗った飛び出す仕組みが出来上がります。あと、レとミの間。次は飛ばして、ファとソの間というふうに貼っていきます。これで飛び出す仕組みが出来上がりました。右側の方を深く S 字に切り込みます。左側の方は少しだけ丸く切ります。これでグランドピアノ風になりました。表紙になる紙を半分に折ったら、そこに挟み込むようにピアノの飛び出す仕組みを貼り付けます。これで仕組みの出来上がりです。メッセージを貼ったり、飾り付けをしたりしましょう。パンチで抜いた音符の形を使っています。四角い仕組みの大きさや形を変えることで、いろいろなカードに利用することができます。皆さんも工夫していろんなカードを作ってみてください。